クライナ反転攻勢の鍵を握るロシア義勇軍。戦闘員が語る越境攻撃とロシア政権崩壊のシナリオ。ロシア連邦保安局 FSB の元職員。7月、首都キーウ。約束をしては直前にキャンセル。そんなことが繰り返され、3度目の約束でようやく会えることになった。指定された市内某所に赴くと、その男性は笑顔で私たちを迎えた。ひげを蓄え、キャップをかぶった男だ。イリヤ・ボグダノフ氏、ロシア・ウラジオストク出身の34歳。私はロシア連邦保安局 FSB の現役将校で、階級は上級中尉だった。あと1ヶ月で大尉に昇進するはずだった。その前はダゲスタン共和国で工作員として3年間勤務し、ウラジオストク市の沿海地方国境警備隊でも1年間勤務していたんだ。ロシア連邦保安局 FSB といえば、ソ連国家保安委員会 KGB の流れを組むロシアの情報・治安機関である。そのような国家の中枢機関に勤務していながら、政権に反旗を翻そうと思うようになった。私はロシア連邦には政治的な自由が存在しないことを十分に認識していた。街頭での過激主義から、特に政治闘争、友人の何人かが選挙に出ようとした時などだ。そしてマイダンが起こった時、ロシアでの革命が不可能であることが誰の目にも明らかになった。私は14歳からロシア連邦の民族主義運動に参加していたため、プーチン政権と戦いたいという思いがこの決断を後押しした。プーチン政権と戦うことを決意し、2014年にウクライナに移り住むと、ボグダノフ氏はすぐに東部ドンバスに向かい、ウクライナ軍の義勇兵として戦った。その後、嘘発見器にかけられるなどの手続きを経て、ようやくウクライナのパスポートを手にすることができた。義勇兵として約1年間前線で過ごした後は、戦闘地域を離れ、ブログを運営したり、洗車をしたり、また婦人服を運搬する仕事などをしながら生活していた。ロシア義勇軍 RDK への参加とロシアへの越境。ロシア義勇軍は軍事的・政治的組織で、第一の目標はウクライナが1991年の国境に到達するのを助けることだ。そしてウクライナの戦争が終わったら、我々の次の目標は、ロシア連邦の犯罪的政治体制を完全に解体すること。我々はまた、別の義勇軍、ロシア自由軍団とは異なり、各国の自治権も支持している。つまり誰かが分離独立を望めば、我々はそれに反対しない。ホームページによれば、ロシア義勇軍は、ロシア人志願兵で構成される組織で、2014年からウクライナ側で戦い、2022年2月24日からウクライナを守るために立ち上がっているという。兵士たちは保守的な考えと伝統主義的な信念を持っているとも記されている。ウクライナ国内から越境してロシア側と戦闘を行っていたのはまさにこの組織だ。私は5月から6月にかけて、ロシア・ベルゴロド州の作戦に参加した。軍事的な目的は、彼らの注意をウクライナ領内からそらすこと、兵力を分散させること、兵団を混乱させること、計画に混乱を生じさせ、変更させること、いくつかの軍事目標を破壊することなどだ。ボグダノフ氏がロシア領内で撮影した映像には、自らが車両に乗って移動したり、建物を捜索している姿、火災が発生した森林の中を隊列を組んで行進していく様子などがあった。さらに集落にある建物を取り囲み、襲撃した直後にロシア兵を捕虜として捉える場面も映し出されていた。こうした活動を行うロシア義勇軍について、ロシア側は、ウクライナのテロリストと呼んでいる一方、
ウクライナ側は独立したロシアの地下組織と説明し、あくまでウクライナ軍との関連を否定する。果たしてロシア義勇軍は本当にウクライナ軍の傘下になく指示も受けていないのだろうか。ロシア義勇軍の状況についてはコメントできない。我々はボランティア部隊だと言っている。構造的なことについてもコメントできない。ただロシアにとって我々は犯罪者、政権の敵であり、我々は指名手配されている。ロシア・ベルゴロド州への作戦はどれほど激しいものだったのか。あなたも人を殺したのですか?と尋ねると、ボグダノフ氏は一瞬考えた後、再び笑みを浮かべながら答えた。我々は戦争中だから。プリゴジンは愚か者、軽蔑しかない。6月下旬にロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が起こした武装反乱、いわゆるプリゴジンの乱をボグダノフ氏はどう見たのか。プリゴジンの反乱は計画と意思を持ち、少なくとも3個大隊が背後にいればどんな人物でもモスクワに到達できることを示した。このようにプリゴジンの乱が示した成果については一定の評価をする。しかし、モスクワまでの進軍を中止したことは、裏切られた思いが強いのか、激しい言葉で非難した。彼は本気だったが、結果的に彼の目標、彼が声高に叫んだことは、自分自身とワグネルにとって、より良い条件を引き出すための駆け引きだった。プリゴジンには、モラルも詳細もなかった。プリゴジンはおじけづいただけで、これは陰謀論を抜きにしても言えることだ。彼は権力を手にすれば何でもできた。誰も彼を止められなかっただろうし、誰もがそれに気づいていた。そして今、彼はただの愚か者だ。彼には軽蔑しかない。国家へ軍港への無人艇攻撃。ロシアで憤りと懸念。紛争の飛躍的拡大。黒海に面するロシア南部ノボロシースクの軍港が無人艇攻撃を受けたことに対し、ロシアの指揮者や軍事ブロガーの間では憤りと懸念の入り混じった声が出ている。攻撃の結果、黒海のロシア軍艦一隻が大きく傾いた。ウクライナ支配下の領土から数百キロ離れた場所で実施された大胆な攻撃だった。ロシアのジャーナリストセルゲイ・マルダン氏はノボロシースクへの無人艇攻撃について、端的に言って紛争の地理的範囲が飛躍的に拡大した。ロシア政府省庁の庁舎に対するドローン攻撃をはるかに上回ると指摘した。その上で、今日の攻撃から言えることはただ一つ、我々は今後も戦いを迫られるということだ、とした。ロシアの別のテレグラムチャンネルは、攻撃による被害は出ておらず、無人艇は破壊されたとのロシア国防省の声明に人々は困惑していると指摘した。カプラル・ガシェトキンの筆名で執筆する別の指揮者は、テレグラムのチャンネルで、大型揚陸艦の乗組員は攻撃に対する備えができていなかったようだと説明。ウクライナのテレグラムで公開された無人艇からの映像には、無人艇が全く抵抗を受けずに揚陸艦の側面に接近する様子が映っている。誰一人無人艇に攻撃せず気づいてもいないようだと指摘した。ガシェトキン氏によれば、今回の戦争を通じてノボロシースクの海軍基地はロシア黒海艦隊の後方拠点になっており、比較的安全と考えられていたという。だが、そろそろ気づかなくてはならない。敵は長い腕を持っていて、その腕は非常に遠くまで届く、としている。ウクライナの反転攻勢、バフムトなどで苦戦。常軌を逸した地雷が進軍の妨げに。
戦線にロシア軍が仕掛けた地雷原も進軍の妨げとなっている模様だ。ウクライナのオレクシー・ダニロフ国家安全保障国防会議書記は、ウクライナメディアに対し、地雷の数が常軌を逸していると説明した。犯行に期限はないとも語った。ゼレンスキー氏は3日の演説で、自軍が優勢としつつも、戦闘は厳しい。占領者は全力で我々を阻止しようとしていると述べた。ロシア軍が使った自爆型無人機が少なくとも1961機に上ると明らかにし、防空システム強化への支援を国際社会に訴えた。米政策研究機関戦争研究所は3日、ウクライナ側が自軍の損失を最小限に抑えることを犯行の目的としてきたと指摘し、ペースが遅く忍耐が必要だが成功する可能性があると分析した。米欧が装備品支援を続けることが重要になるとの認識も示した。